力強く私たちに勇気と力を与えてくださった国会議員の皆さんで、どうぞ皆さん大きな拍手で応えたいと思います。今多くの話がありましたが、防衛局に対する怒りも最もです。私は見ました。怒り狂ってドアを開けたら真鍋が座っていた。信じられないと思いました。この県庁舎に実力で強盗を働くことを防衛局長が命じて、夜間職員が殴り込みをかけている。それを防衛局長が現場で指揮している。そういうことを許すわけにはいかない。しかもそれよりも何よりも悲しいのは、そうやってやった不備だらけで、欠陥だらけで、行政上の手続きも十分でない代物を全てみなす、できたものとみなす、受け付けたものとみなす、そしてそのことを丸ごと受け入れる、この沖縄県政中山知事を許すことができません。それで皆さん、県議団国会議員団の労に感謝をして、このとりあえず集会を閉めて、終わり次第6階に上がって県知事に向かって抗議の行動を取りたい、このように思います。どうですか。Thank you.